ちょっとあのまあ、えー、財政、えー、説明ということで、えー、わしもいろいろ噂があるので今日聞いてみないけどもって聞いたんです。それは向井原でもいろいろ噂されとるんが石丸市長は何やかんめら減らすとこういう噂が広まってる。 例えば、韓国協会が、えっ、ー、と、あれが、補助金が半分になったとか、集会所が悪がないなってとか、いうようなことや何回で、まあ、年寄りが、あまあ、は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 、うは、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  石丸市長が言われた先のことは、そういうことが分かっとらん。市民は。これだけ、もうちょっと、みんなに分かるように、市長はしてもらわないか。ここへ来とるものは、よ、今の聞いたら分かるだろう。こいじゃがね、ここへ来るものはわずかじゃん。うん、10%もおりゃせこほだから市民が全体が分からんには、ええことにならん。 そうしたら、どういうようにしてみんなに今のことを教えるか、あの、伝えるかいうことをよう考えてもらわなきそれと、もう一つは、一番大事なことは、市長と議員が、もまさん返すこと。これも大変問題になっとる。市民。それは、 その議員は我々一人一人が選出して出したもんだから、みんなが関係してることはよ、私もよしとる。それが、と総理ばっかしはまあ、はよいえば、65歳以上のようなもんばっかしが議員になっとる。そういうことでね、今市長はまあ、若い人だけまあ40ぐらいかよく知らんのじゃが、それついてこれんのよ。 それじゃから市長は一番先に議員を説得せんねえかん。議員があんた選挙のことには成り立っていかんでしょうがい、市が。ほ <laughs> じゃけようよう、まあ今まで一人で戦おうと聞きとってんじゃけ、わしもそれは感心しとる。ほ、うん、じゃが、 なんとかまだまだ桃勝利ことはまだ説明が足らぬじゃろうもう。ほいでわしが今まであの説明聞いてみた中でまあ20年先はこうなる50年先はこうなるような説明がありましたがこれはわしが今まで知った中で石丸市長だけじゃ。今まで市長になったら 説明したくて一人もおりせだからええかげんなことをしょったいうことよはよいやもうだから先のことを見てやるようなもんでないとこの秋田方志は続かんいうことはようよう分かっとるそれでも今まではやっとらんのみんなの機嫌とるああやってくれやはいはいああやってくれやはいはいってやるばっかしだったもうんじゃけ機嫌はようとる おじゃがし死のことをやらんと一つも考えちゃらん。おじゃが石市長になってからこれ愛犬だと思われたんじゃろうもう若い、えー、市長から見られたら。おじゃけんまあこれもへさなけんあれもへさなけんあれも何せなけゃいいことになった。それをどういうわけでやらなけゃ減らさねきゃいことがいうことが。 市民によう分からさねえけ。特に議員によう分からさねえけ。議員に。議員は何処かよって言うんじゃが。議員によ分からさねえけ。市民にもよう分かっとらん。噂が止まるいうことは、あれを減らしやがった、これを減らしやがった、言うてから、噂があればっかしや。そりゃあの、先がこうなると困るけ言,って言うて <laughs> 言うんじゃが。そりゃ、 そういうことは一つも思っとらん。そういうことだけまな、あ、くなってもいいので、あの皆さんに市民にようわかるように、議員さんにもよう説得してもらうように、市長さんはそれにを努力してもらいたいと思います。以上です。もう皆さんお気づきだと思うんですが。 この石丸真二という人間はおよそ世の中で一般的とされる師匠ではありません。なので思ってないことは言わないし思っていることはなるべくストレートにお話をする人間です。その観点で今の、まあ、ご質問というかご主張に対してお返しをすると今あのご指摘もあったんですがこの町において 今までこれだけ財政状況を説明したことはありませんさらに言えば日本の1,700ある自治体でここほど丁寧に財政を説明している町もおそらくないと思います私は少なくとも見たことも聞いたこともないなのであとはもう知らないですよ知らない市民がいる理解しない議員がいる知りません それは私の責任ではありません。私の立場でやるべきことはこれまでもやってきましたし、今まさにやっています。今その話を聞いてくださっている皆さん、市民としてのやるべきことをされている最中だと思います。じゃああと何をしたらいいのか。市民の多くが できれば全員が自分のこととして気づくこれしかないと思います。あのつい先日確か山梨県の町だったんですけど一億数千万人の町あ一万数千人の町があってそこがですね町長が記者会見開いたんですねもう七年後に財政破綻しますという財政の非常事態宣言を出されましたでまあちょっとした全国ニュースになった。 そこでね、市民の方が説明会になんか想定の4倍ぐらい集まって、あの、町長とか執行部に詰め寄るんです今まで一体何をしとったのかと。謝罪はないのかと。僕はその状況を見たときに、ああ、もうだめだなと思いました、正直。この後に及んで、ひと事かと。誰の町なんだと。 全員が無関係ででははいいられないはずです、まあ、今日はよそからいらっしゃってる方もいらっしゃいますがそこに住んでいる市民町民住人である以上誰かのせいにはできないんですそれぞれの立場があり役割はあります市長市役所の職員議会議員市民の皆さんそれぞれがそれぞれの仕事を精一杯やるしかないんですその意味において 今日のこの場はきちんとと役割が果たしている瞬間だと私は捉えます。なのでここから先変われるのか変われないのか秋田方市秋田方市民の本質が問われるそれだけだと思います。市長としての立場でできる限りはこれまで通りやりますが申し訳ありません最終的な責任は取りかねます。 20年後にこの町がなくなっても私は悲しみますが私はその頃どこか遠くに行ってると思います皆さんもう遠くに行く準備はできてますかできてないでしょだったらここで覚悟を決めるしかないんですよ根本的に足りないのは危機感ですこれまで何とかなってたからこれ,、ま、これから先も何とかなるんじゃないかなと 根拠のない期待を持ってはダメなんです。そうではなくて、これやばいなと。もうダメかもしれない。危機感をちゃんと持てば、覚悟が決まるはずです。みんなが覚悟を持てば、私はまだまだなんとかなると思ってます。なんとかなると思って、この3年間やってきました。なので、 今日のこの機会に改めてお伝えするならば、共有したのはまず危機感。そして、全市民に求めるのは覚悟です。皆さん、覚悟はできてますか私は党の昔にできてますよ。そのために帰ってきたんです。今、この瞬間からでもいいので、まだまだ遅くないです。間に合います。覚悟を決めて、20年、30年、50年、100年、500年先に向けて、 進めていきたいなと思います。